亘理町では災害廃棄物が約49万トンと津波堆積物が73万トンということで、現在、この量をですね、破砕、選別して焼却などの中間処理を行っています。吉田浜にプラント5基を稼働して比較的スムーズに瓦礫処理については行えたということです。一応亘理町の瓦礫が目処つきましたので、石巻から瓦礫の受け入れをするということになります。そうですね、沿岸部の住民の方々を対象に仮設住宅に今入居している状況が続いているんですけども、防災集団移転と災害公営住宅を活用しまして、順調に計画通りですね、進捗しているという状況でございます。亘理町はですね、鳥の海という湾がありまして、そこを拠点に観光産業を推進してきたんですけども、それを早く復興させてですね、元気活気のあるこう産業の町づくりをですね、目指していきたいなというふうに考えています。水産ゾーンとかですね、観光ゾーンとか公園ゾーンにしてですね、新たな荒浜のこう再構築を進めていきたいというふうに考えています。これまでの皆様の支援を励みにですね、一日でも早く復旧復興を遂げてですね、震災前以上の亘理町を目指していきたいと思いますので、これからもご支援よろしくお願いいたします。